ホリエモンチャンネル。もう教育委員会と校長先生への報告書っていうのをアホみたいに作らなくちゃいけなくて、で要はあのいろいろ教育委員会の方に文句がバンっていくので、でそれを問い合わせさせられる、問い合わせあったらそれを報告書を書くっていう、だからもうほぼ子どもたちのためにじゃなくて、もう目線がやっぱり教育委員会と校長の方に目を向かざるを得ないっていう状態になってるんで。でも昔からそうなんじゃないですか、それは。いやだからまさにおっしゃる通りで、なので、うん、そういう意味だと親御さんがめちゃくちゃクレームを言うようになったんですよね。だからつまり教育委員会経由でその親のクレームがものすごく来るようになって、そうそうそう、でそれを防衛しなきゃいけないっていうのがどん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 厳しくなってるってことですよ。だからこれは僕最近思うのが、ある時にそのなんか早稲田を出てたその中小企業の社長さんに同じ感じで、いや俺この前小学校の授業参観行ったんだけどさ、もうあの先生すげえ最悪でと、若くてもう目もまともに見れないしビビっちゃって教え方も下手だしみたいなことをめちゃくちゃ言ってたんです。であんなところ俺なんか勉強行かせたくないんだよねっておっしゃってたんで、僕が言ったのが、いやその態度が根本的に僕間違ってると思うよって話をして、なんでかっていうと、昔ってその要は四大卒してたのだが学校の先生だけで、周りの大人たちは大体中卒高卒だったんですよ。なるほど。だけどみんな高学歴化したことによって一億総評論家みたいな感じになっちゃって、あいつの教え方は下手だみたいな感じになるじゃないですか。でそうすると授業参観の後に子供に、いやお前さと、あんな先生の教え方なんか聞いてたって全然勉強なんかできなくなるのは当然だな、なるほど分かったわみたいな感じでちょっとバカにしちゃうんですよね。でそうすると当たり前だけど子供は、ああうちの先生ってすげえバカなんだみたいな、うちのお父さん賢いんだってなって、で親御さんはそれで調子に乗って教育委員会に文句言うみたいな、でそこでこうそういうマイナスのスパイラルが起きてるのかな。これでもそのマイナスのスパイラル、じゃあどうやったらなくせるんですか。どうやったらなくせるかって、だから僕一応全国で講演で、一応学校の先生たちにもうちょっと敬意を親御さんが持つようにしましょうみたいなことっていうのは一応言ってはいるんですが、ただ根本的に僕思うのが、最近あるベストセラー作家の方に、こうお子さんが18歳でね、いや僕実は幼稚園卒なんですよって言うんですよ、その娘さんが。どういうことですかって言ったら、要はあるサドベリーっていうそのちょっと特殊なねやつをやっていて、全く教えない、ただ放置してて、本人がやりたいっていうことをもう一緒にやるみたいな、決めるっていう方針でやってるから、テストを一回も受けたことがないんですって。でなので18歳になって、じゃあ大学行こうかって話になった時に、じゃあテストを受けないといけないよねと、大学入試の。そしたらなんか、テストって何って言われたから、例えば、いや1467年に何が起きたみたいな、そういうの聞かれるんだよって言ったら、その子が、あそんなん余裕余裕と、 iPhone で調べればいいじゃんっていうふうに言ったらしいんですよ。でそしたらそのお父さんは、いや iPhone で調べちゃダメなんだよねって言ったら、じゃあ Mac で調べるって彼女は言ってでさらにそこでね、面白い、いや iPhone や Mac で調べちゃダメなんだよねって言ったら、Windows ってことって言ったらしいんですよこれすごい僕ね21世紀的だなと思っていて、綺麗な落ち着きましたね、でしょ要はクラウドに知識があって、それを必要な時にアクセスすると。でも結局ほとんどがローカルのコンピューターに知識を入れましょうって言って、1400何年で何がありましたとか学んでて、でも僕らって多分じゃあ応仁の乱って何って言われたら、多分とりあえずなんとなく覚えてるけど、一応 iPhone で調べるじゃないですか。だから究極そういう意味だと、僕だから小学校とかあんま行く意味ないんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。やっぱりそうですかそこはでも一緒ですよね。そう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 、そう、うん、だから別に小学校で教えてることで何か役に立ちそうなことってあります、現代社会で。考えてる考えてる。いや僕だから正直あんまり今もだから学校のシステムがそもそももう意味がなくなっちゃってるので、もっと全然違う。そうだよね、だってクラウドとか iPhone とかなかった時代ですもんね、僕たちが学校行ってた時って。で集団活動とか礼儀とかにしたって、別に地域の野球ね、少年野球団とかスポーツクラブとかでも全然学べるから、そもそもそこになんか予算かける必要ってそもそもあんのっていうのはあります、正直。どうするんですか、子供。いやだから今すごい悩んでて、僕はだから別に公立でいいやと思ってたんだけど、でも
私立にしたって、うん、そんなに大きい差も結局はないですしね、うん、いやだからあれって結局効率よくね、なんか権威の言う通りにやれる人っていうものをたくさん育てようみたいな、うん、究極だからそれで成功したら官僚だし、うん、あのまあ、大手のサラリーマンをたくさん作りましょうってある種教育、まあ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 、それを言うならば、はい、日本の教育制度は明治維新の時に作られて、それはそれまでになかった国民国家っていう、うん、日本国っていう、はい、まあ、要はバーチャルな概念を浸透させるために作った制度であり、うん、まあ、もっと言うと兵隊さんを作るための教育なので、うん、はい、だから集団生活とか、うん、規律ある暮らしとか協調性とか、うん、あとまあ暗記とかいろんなものがすごい大事で、確率的にある程度の品質を保証するための教育っていうことですよね。であれって義務教育って言われていて、もう義務教育の話僕実はちょっと誤解してたんだけど、あれは親が教育を受けさせる義務があるってことですね。そうですね、子供は義務じゃないんですよ、ね、うん、でも親がその教育を受けさせる義務があるってのは憲法に書いてあるんですよ、はい、そうですね、そうです、ね、うん、だこの教育っていうのがその義務教育とされてるんだけれども、だから小中学校の義務教育っていうのは憲法に書かれているあの義務教育っていうのはやっぱ小中学校なんですか、前提は小中学校なんだと思うんだけど、うん、そういうことだと思いますね。だからまあそれでその法律もできちゃってるんで、うん、そうなってるんですけど、いや本当は別に家庭で教育をするっていうのが本質だと思っていて、うん、それで教育を受けさせるでいいはずなんですね、うん、ですよね。だから憲法の趣旨を考えるであれば、うん、そうですよね。大体だって憲法自体がベクトルとしては政府に対するルールなわけだから、うん、なんで国民に対してお前は義務教育受けさせろって言ってんだって話にもなるわけですし、だから6歳から18歳ぐらいまで、うん、ほぼほぼスマホを使うことが悪とされるような時代をこれから過ごさないといけないって結構ダメージでかそうだなみたいな。今でも携帯って禁止なんですかね。禁止で、なんか携帯を、まあ、うちはもうずっと息子に触らせてるんですよ、はい、それで小学校行く前で、それで今クモンとかやってるんですけど、クモンやる前にクモンでクックやるときに、その先にアプリでクックとかやった方が楽しくてパーッと行くんで、うん、ほとんどずっとアプリでいじって勉強してるんですよ。俺クックも必要ねえと思う。いやいや、まあそうですよね、うん、本日の居酒屋ホリエモンチャンネルはここまで。今回はホリエモン祭りで各業界で活躍されている方にお話を伺いました。ビリギャルの著者坪田信孝さんと宇宙兄弟など人気漫画の編集などを務めていた佐渡島洋平さん、東京都議会議員音喜多駿さんと起業家家入一馬さん、そして選挙プランナー松田薫さん、最後は幻冬舎代表取締役健城徹さん、皆さんの活躍にぜひ注目してみてください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう。